置いて姉さん六角過去に式視野やぶったか松万五条セッタチャラチャ。京都は東西の通りが一丁ごとに並んでます。丸竹恵比寿に押尾池のわらべ歌を覚えたら丸太町、恵比寿、二条、押尾小路、お池という具合に行きたい道筋と距離がわかります。京都の家はうなぎの寝床みたいに間口が狭うて奥行きが不幸て、晩になるとばったりと風が鳴いてクーラーがなかった時代には暑うて家に入れへんかった。夏休みになると子供らは皆表へ出て将棋の周りに集まって夜中まで遊びほうけてました。子供らの話の種は尽きんかったけど、なんというても怖さ半分好奇心半分で毎晩のように話し合うたのは小鳥の話どしたな。急にひそひそ声になって額を集めて胸をドキドキさせて、小鳥ってほんまにいるのんやろか、小鳥に取られたらどうなるのんやろかと話せば話すほど不安が募ります。年上の子が昨日見たサーカスの空中ブランコの女の子も小鳥にさらわれはったんや、小さいうちから芸を厳しく仕込まれた境に宙返りが朝飯前になったんやと知ったかぶりで脅かします。話が一番盛り上がった頃合いを見計ろうたように親が子供を呼びに来ました。子供を連れ戻す親のセリフも決まってました。いつまでも子供が夜遊びしてたら小鳥に連れて行かれるで。